お疲れです。あ、今日平和さん一緒じゃないですか。今日平和の東京に行ってます。あ、そうなんだ。はい、YouTube そうですね。YouTube にその連絡先載せてるんですよ。はいはいはい、アドレスを。なんか下の方に概要欄みたいなところに送りやすい。あそこから結構来ます。はい、皆さん写真ライフ楽しんでますか？今回ですね、ちょっと動画の撮影のついでにですね、まあ、ポートレート写真も撮ろうと思って、まあ、そのポートレート写真を撮ってる風景もですね、ちょっと皆さんに見てもらいながら解説を交えながらっていうところの、まあ、動画やっていきたいと思っております。はい。で、今回ですね、このモデルさんをしていただいたのが、小畑佳子さんっていうですね、まあ、いつもこの動画のチャンネルの中でですね、出ていただいている、まあ、モデルさんなんですけども、今回ですね、ちょっと動画の撮影でお願いしてた分で、プラスですね、ちょっとポートレートの撮影、写真撮影もですね、ちょっとさせていただいております。その撮影風景ですね、まあ、今回ちょっと出していきたいと思っております。まあ、こういった写真もですね、まあ、見せながらというところで、よかったら参考にしてみていただけたらと思っております。で、今回ですね、ちょっとまあ商品の、まあ、動画を撮影してたんですけども、それプラスですね、まあ、ちょっとその商品つけたままの写真撮影もやっていこうというところで、今回撮影をですね、やっております。今回使ったカメラっていうのが α7M4 と FE85mm の F1.8 のですね、まあ、レンズを使って撮影をしております。はい、こういったですね、ちょっと逆光気味に撮影することによって、これ見ていただくとですね、左側、まあ、モデルさんから見ると右側の髪の毛っていうのが反射してるっていうのがわかるかと思います。まあ、輪郭が出やすくなってるっていう感じですね。まあ、そういったところがやっぱり逆光で撮ると撮りやすいですし、まあ、顔に影ができにくい、まあ、フラットな状態で撮影できる。あとは肌が綺麗に撮影できるっていうところが、すごくこの逆光を使った撮影っていうのはすごくメリットがあるので、こういったところをですね、まあ、やったことないよっていう方はぜひですね、試してみていただけたらと思っております。で、まあ、ここはですね、ちょっと森の中っていうほどでもないんですけれども、まあ、ちょっとこういった緑が多い場所で撮影するときって、ちょっとですね、モデルさんがかなりですね、色白っていうところもあって、やっぱり緑の色かぶりができやすいんですよね。なので、その辺ですね、注意しながら、本当はストロボなんか焚くとちょうどいいんですけども、はい、こういった感じでですね、ストロボがあるともうちょっとですね、まあ、自然な白いですね、感じの肌を出しやすくなるんですけども、この辺はですね、まあ、後からちょっとロー現像で肌をちょっとですね、肌の色というところをですね、整えてやってるっていうところになってますね。まあ、ホワイトバランスを整えて、るだけなんですけども、この辺はですね、まあ、そういったところをやった方がやっぱり緑になっちゃうんですよね。顔がですね、緑になっちゃうので、この辺はちょっと注意しながら、まあ、ホワイトバランスの設定なんかやってから撮影した方がですね、まあ、取って出しの方はいいのかなっていうふうに思います。なので取って出しの方は結構ですね、こう顔が緑になっちゃって、緑のですね、葉っぱが反射して、まあ、その緑かぶりができちゃうっていうことが結構多いので、まあ、その辺はですね、注意しながらホワイトバランス整えながら撮影していただくっていうのがいいかと思っております。ちょっとストロボ、まあめんどくさいなとかですね、持っていくのちょっとめんどくさいなっていう方はですね、例えばレフ板なんか持っていって顔にですね、白レフなんか当てると、まあこういったところも消えやすいですし、例えばまあ本を読んでる姿なんかで、本のですね、まあ、白い部分を反射として使っていただいても、そういったですね、まあ、顔の緑をですね、軽減することができるので、まあそういったところもやってみていただけると、ちょっと効果はあるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、手軽なのはストロボとかですね、まあ、白レフとか、あとはまあホワイトバランスを後からまあパソコン上でロー現像するときに整えるとかですね、まあ、そういったやり方があるので、まあ、自分に合ったやり方を選んで、まあ、色をですね、まあ、整えていただけたらいいのかなというふうに思っております。はい、でこの日ですね、結構ハトがですね、いたんですよ。これちょっと1匹しかですね、1羽しかですね、今映ってないんですけども、めちゃくちゃいたんです。30羽以上ぐらいですね、いて、まあ、ちょっとですね、その辺、糞をかけられないように気をつけながら撮影したりとか、まあ、こういったですね、回っていただくと結構ですね、髪がふわっとなったりとかして、まあ、雰囲気ある写真が撮れたりするので、そういったですね、ちょっと、まあ、
撮っているうちになんかちょっと変わった撮り方したいなって思った時はですね、こういったちょっと回転してもらうと、まあ、ふわっとした髪っていうのがこういった髪に光が当たっていい感じに撮れたりするので、まあ、結構回っていただくっていうのはいいかと思いますね。その時はやっぱりピント合わせっていうのも結構大事になりますし、あとはですね、まあ、シャッタースピード速くしないとブレてしまうっていうこともありますので、その辺はですね、まあ、設定としてはシャッタースピード速くしたりとかですねしなきゃいけないんですけども、まあ、これだけですね明るかったら、まあ、その辺は全然ですね問題ないかと思うので、まあ、その辺気をつけながらですね撮影してみていただけたらいいかと思ってます。なのでホワイトバランスとシャッタースピード、この辺ですね気をつけたらいいかと思います。はい、で次はですねちょっと方向、背景の方向を変えて、まあ、撮影をしております。はい、今度は逆光ではなくてサイド光気味なんですけども、まあ、上に蓋があるというか、まあ、上にですね、まあ、木があって陰で撮影しております。なぜ陰で撮るのかというと、これ日が当たるところだとですね顔にですね、まあ、いろんな陰ができやすくなるんですよね。例えば髪の毛の陰だったりとか鼻の頭からの陰だったりとか、いろんな陰ができやすくなるんですけども、その影をですね作らないため、フラットな顔の影がないような状態にしたいので、まあ、こういった、まあ、ちょっと暗いというか影があるところ、影がある難しいね、なんかね影になっているところで顔に影ができないように撮影をしております。はい、でこういう風にちょっと移動していただいて、今度はまた逆光でちょっと影ができる場所に来てもらって、この影を生かした撮影なんかもしてますし、この影がうまく顔にですね被らないように撮影したりとか、ちょっと位置をですね移動してもらいながら、で自分もちょっと調節しながらっていうところでいろんな撮影をしております。でやっぱりちょっとこのですね背景の玉ぼけができる状態と、あとはこの光がですね逆光で髪の毛に当たってる状態のちょっと写真をやっぱりもうちょっと撮りたいなと思って、で再度ですね、まあ、この逆光を使った撮影をしております。まあ、こういったモデルさんですね、時々まあ髪型とか、まあ、回転してると気になったりするので、まあ、その辺はですねいろいろ声かけながら、髪型大丈夫ですかとかですね、ちょっと休憩必要ですかとかですね、そういったところでですね細かく声をですねかけながらやっていくとですね、やっぱりモデルさんもですね気になった状態で撮られてると、やっぱりですね、まあ、いい感じはしないと思うので、その辺ですねやっぱり気をつけながら自分から率先して声をかけてあげると、まあ、いいかなっていうふうに思っております。で、まあ、普通はですね私これファインダーを覗きながら撮影するんですけども、やっぱり人通りがちょっと多かったので、まあ、周りですね急に自転車とかですね通ったり人が通ったりするので、まあ、その辺ちょっとですね気を配りながら撮影したかったので、まあ、モニター撮影で、ここではですね撮影をしております。はい、でこういったちょっとですね、まあ、いい雰囲気の、まあ、写真というか構図というか、まあ、光の具合というか、まあ、その辺を見つけた時はですね、まあ、いろんなパターンでいろいろ撮ってみるっていうのがですねいいかと思います。まあ、納得いくまで同じような構図でも、まあ、いろんな雰囲気っていうのがちょっとずつ違ったりするんですよね。でそこで、まあ、ここの写真いいなって思った時はたくさん撮ってみて、その中から、まあ、最高の1枚みたいなのをセレクトしていくっていうのもですね、まあ、必要なことかなっていうふうに思いますので、まあ、ここいいなって思った時にはですねたくさん撮ってみるっていうのはですねすごくいいことかなっていうふうに思います。ただ同じような写真を、まあ、何枚撮っても一緒なので、ちょっと雰囲気を軽く変えてみたりとか、縦に撮影してみたりとかですね、横に撮影してみたりとか、もしくは手の位置を変えてみたりとか、まあ、目をつぶってみたりとか、目を開けてみたりとか、見てる方向を変えてみたりとかですね、まあ、いろんな雰囲気の変え方ってやっぱあるんですよね。で、方向をちょっと変えてみるとかですね、まあ、いろんな方向から撮ってみるとかですね、いろんなパターン撮ってみて、その中からいろんなですね、まあ、自分の、まあ、いいなと思った写真をセレクトしていくっていうところをやっていただけるといいのかなっていうふうに思います。やっぱりモデルさんって人なので、まあ、女性人なのでいろんな表情をやっぱり持ってるわけですよ。でそのいろんな表情を引き出したりとか、いろんな表情をいろんな角度から撮ってあげるっていうことで、いろんなバリエーションがですね出てきますので、この手の使い方っていうのもですね一つの、まあ、バリエーションの方法なので、手をどこに持ってくるかって結構大事なんですよね。で口元に持ってきたりとか、頭の上に持ってきたりとか、いろんな方法がですねやっぱりこの手だけでもあるので、手の位置をどこの方向にどこに持ってくるかとかです、
ですね、その辺もいろいろ考えながら声かけてあげると、まあ、いろんなですねパターンの写真が撮れるので、よかったらこの辺試してみていただけたらと思います。で、撮った写真っていうのはやっぱこういう風にですね、まあ、見せながら、どうですか、どんな感じがいいですかとかですね、いろいろ声かけながら、お互いの撮りたい写真というか、お互いがこういう写真いいよねっていうところをすり合わせていったりとか、まあ、自分がこういう写真を撮りたいんだけどどうしようかみたいなとか、もしくはモデルさんがこういう写真を撮ってほしいんだけども、どうしたらいいですかみたいなですね、そういったところのすり合わせもですね、まあ、できますし、お互いが撮りたい写真をそれぞれの写真を撮っていくっていうのもですね、まあ、お互いが欲しい写真をですね撮ることにもなりますので、その辺ではですね、やっぱりお互いの、まあ、やっぱり有益というか、まあ、お互いのメリットになってくるかと思うので、まあ、そういったですね、まあ、モデルさんが撮ってほしい写真、自分が撮りたい写真両方をですね、まあ、撮っていただけると、まあ、その辺でもバリエーションっていうのは増えていきますし、モデルさんがこういう写真を撮ってほしいっていうですね、写真っていうのが、まあ、自分が撮りたい写真ではなかったりとかもするかもしれないんですけども、でもそれって自分が撮りたい写真ではないけども自分が撮ったことない写真かもしれないじゃないですか。なので、その撮ってほしい写真を撮るっていうのも一つの大事な、まあ、練習というか撮影の幅を広げるっていう意味でもすごく大事なことかなというふうに思っております。で、こういった NG 写真なんかを見て笑うのもですね、結構大事なことかと思います。はい、で、今度はですね、この木がすごくいい感じで、まあ、影もいい感じにできてたので、まあ、ここで撮影しようかと思ってるんですけども、まあ、ちょっとですね、休憩を挟みながら、ちょっとですね、休憩してたモデルさんで、ちょっといい雰囲気だったので、ちょっと横顔雰囲気ですね、まあ、自然な感じで撮りたいなと思って、まあちょっとですね、休憩してる時にパシャッと撮った一枚になっております。で、そのですね、まあ、撮った写真っていうのもですね、まあ、見てもらって、まあ、すごく笑顔で自然な感じで撮れたんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、ここからはですね、普通に撮影再開してるんですけども、そこからですね、はい、で、休憩とかもですね、やっぱりモデルさんには必要なので、水分補給してもらったりとか、まあ、ちょっとですね、まあ、疲れることも多いかと思いますので、まあ、その辺でちょっと休憩して、次のですね、撮影でまたですね、頑張ってもらうっていうところになっております。で、今度はですね、この影を使いながらいろいろちょっと撮影したいなというふうに思ったので、この辺の影を使っていろいろ撮影するんですけど、この影の使い方ってすごく実は難しいんですよね。なんかいい雰囲気に影ができてるところってなんかいい雰囲気で撮れそうだなって思うんですけども、この影の出来方ってすごく難しくて、例えば顔のどこの部分に影ができるかっていうところですごくですね、まあ、写真の撮り方が難しくなります。例えば口元に影ができてるとなんかちょっと泥棒みたいなですね、口ひげみたいな感じに影ができてしまったりとか、まあ、この影がですね、すごく顔を邪魔してしまうことが多いんですよ。で、この影の出し方、まあ、光が当たっている部分と暗くなっている部分をですね、この明暗さをどうするのかっていうところでいろいろ考えながら、影がどういうふうにできているのかっていうのをですね、いろいろ考えながら撮影しなきゃいけないので結構めんどくさいんですよね。なので、影がないところで撮影するのが、まあ、初心者の方にはおすすめになってますし、まあ、ちょっとですね、慣れてきたらこういった影もいろいろ活用しながら撮影してみると、まあ、いろんな雰囲気できるかなというふうに思います。まあ、こういった白黒なんかで使って撮影してみると結構ですね、こういったところ面白かったりするので、やっぱり影を生かした撮影なんかはですね、こういった白黒モノクロで撮ると面白い写真が撮れたりするので、この辺も活用してみてください。で、こういったですね、ちょっと、まあ、そよ風というか風が吹いてる時に髪がですね、なびいてる時に写真を撮ってみたりとかですね、してもいいですし、まあ、そういったところですね、雰囲気いろんなパターンで撮れるかと思います。はい、まあ、こういった影ってやっぱりなかなかですね、難しいんですよ。はい、どういった影がどこから落ちてるのかとかですね、ちょっと影の出来方がちょっと良くないからちょっと高い位置に来てもらったりとか、まあ、そういったところですね、モデルさんにもちょっとですね、まあ、足元を気をつけながらですね、ちょっと背伸びしてもらったりとか、ちょっとですね、高い位置にですね、顔を出してもらったりとかですね、まあ、いろいろですね、ちょっとですね、してもらわなきゃいけないので結構大変なんですけども、この辺ですね、まあ、いろんな影の出来方っていうのを、まあ、計算しながらというか、まあ、いろんな撮り方やってみて、この写真は結構面白いかなっていうところを見つけていただけると結構面白い写真もですね、まあ、撮れたりするので、その辺はですね、まあ、いろいろ経験を重ねてやっていただけるといいかなというふうに思っております。まあ、影はなかなか難しいですね。まあ、この明るさの設定なんかも、まあ、結構カメラの設定なんかも難しいかと思うので、この辺はやっぱりマニュアル撮影なんかしてもらうと結構撮りやすかったりしますし、まあ、顔の露出がですね、例えば飛んでしまわないように、白く飛んでしまわないように、まあ、カメラの設定もですね、しなきゃいけないので、まあ、この辺はですね、ちょっと
心者の方にはちょっと難しい場面もあるかとは思うんですけども、この辺ですね、まあ、設定をいろいろですね駆使しながらやっていただけると、まあ、いろんなパターンの写真もですね撮れるかと思うので、まあ、明るいところでの写真、ちょっと影があるところでの写真とかですね、まあ、影を出さないためにフラットなですね写真を撮るためにはどうしたらいいのかっていうところを、まあ、知っておけばですね、そういう写真をですね撮ることができるので、まあ、知ってる知らないだったら知っておいた方がいろんな撮影パターンが生まれるので、そういったところでもですねいろんなパターン知っておくっていうのはですね結構大事なことかなっていうふうには思っておりますので、なかなかこういった影ができる場面で写真を撮ると結構難しいので、この辺はどういった影を使って撮影したらいいのかとかですね、この影が顔にどういうふうに落ちるのかっていうところで、まあ、気をつけていただけたらいいのかなっていうふうに思っておりますので、ぜひこの辺試してみてください。はい、では今度はですねちょっとこの木を背景に使って、まあ、サイド光を使って撮影をですねしてみようと思って場所を変えて撮影しています。このですね木を中心に、まあ、逆光で撮ってみたりとか、サイド光でこういう風にですね今撮ってるみたいにサイド光を使って撮影してみたりとかですね、まあ、そういった光の方向をまあいろいろ変えながら撮影をしております。はい、今回はここではですねサイド光という形で撮影をしておりまして、まあ、モデルさんの左側から太陽の光が来ている状態ですね。でもまあ結構ですね昼過ぎぐらい、これ2時ぐらいかな、2時か3時ぐらいだったと思うんですけども、ちょっとですね、まあ、まだ上の方に太陽があるので、まあ、サイド光といってもちょっと上から気味の光なので、ちょっとこういったですね日陰ができているところで撮影をしております。で、まあ、こういったですね、まあ、いろんな角度でいろんな位置に来てもらって光がどういうふうに当たっているのかとかですね、そういったところもいろいろ考えながら撮影してますし、まあ、顔に光を当てるのか顔に光を当てないのか、顔に影を作るのか、じゃあその影はどういう風に作るのかっていうところをですねいろいろ考えながら撮影しているっていう形になっております。まあ、ここでは結構光がまあ顔には当たってる状態で撮影はしてるんですけども、背景がちょっと暗めになっているので、顔のですね当たりの露出っていうのをですね結構上げてあげることによって、まあ、バランスが取りやすくなります。でこれがですね背景が明るくて顔の方が暗かった場合に顔の露出を上げちゃうと背景が白く飛んじゃうことがあるので、まあ、この辺のですねバランスですね、まあ、前後というか背景と被写体との光のバランスを考えて背景をちょっと暗くして人の顔を明るくするのか、もしくは背景が明るかった場合に人の顔をどういう風に明るさにするのかっていうのをですね考えながら撮影してもらうと、まあ、背景こだわっていろいろですねこっちの背景がいいかなとか、こっちの背景ちょっと明るすぎるから背景をこういう風な暗い方向で使ってみようとかですね、そういったこともですねいろいろ考えながら撮影できるようになってくるんじゃないかなっていう風に思うので、背景の明るさと被写体との明るさのバランスをいろいろ考えながら撮影してみていただけたらと思っております。やっぱりですね背景よりもやっぱり人物がどういう風に撮りたいものがどういう風な明るさにしたいのかっていうところはですねすごく重要なんですけども、それにつられてですね背景を暗くしたいのかそれとも背景を明るくしたいのかっていうのもですね、まあ、結構重要なところなので、被写体のまず明るさを決める、そして背景の明るさを決めて撮影するっていうところをですね、まあ、ちょっと気をつけて撮影してみていただけるといいかなというふうに思っております。で結構ですねやっぱりこういった、まあ、今このサイド光なんですけど画面が見にくいんですよ。で、まあ、モニターで撮影したいんですけどやっぱりちょっと人通りがあるのでその辺がちょっとですね難しかったなというところもあるので、まあ、ここはですねある程度露出系を見ながらですね設定を見ながら撮影して、そこで後からちょっと確認したりとか、ちょっとですね細かい部分はロー現像で調節したりとか、やっぱこの辺はですねちょっと見にくかったので、まあファインダー見ながらですね撮影しております。はい、でこういったですねちょっとモデルさんも回ってもらったりとかして、ちょっと雰囲気変えたりとか、まあ、ふんわりする感じにですねちょっと逆光気味で撮影したりとかですねしてますので、この辺はですねやっぱりいろんなパターンですね撮っていただけると、まあ面白い写真が撮れるかなというふうに思うので、まあ影の出来方とか影を作るとか作らないとか、背景の明るさを明るくすることによって被写体が浮き立つのか、
暗くすることによって吐き出すのかっていうところをですね、いろいろ考えながら撮影してみていただけるといいのかなっていうふうに思っております。でここはちょっとですね、低いところから撮影しているっていうところになってますので、まあ、この辺でですね、ちょっとまた雰囲気が違うかと思います。同じような目線で撮る場合もありますし、上目遣いの写真も撮っていいかと思いますし、まあ、下からですね、見上げるような写真もですね、撮っていいかと思いますので、まあ、いろんなパターンのですね、まあ、方向から写真を撮っていただけるといろんな表情が撮れたりしますので、それはですね、結構ポートレートではポジションっていうのは結構大事かと思います。写真のですね、まあ、ポジションですね、カメラの位置ですね、あとはアングルですね、アングルを下から見上げるのか上から見下ろすのか同じ目線で撮るのかっていうですね、まあ、アングルっていうのもすごく大事ですし、まあ、表情、あとは背景、そういったところをいろいろ組み合わせて撮影していただけるといろんなパターンの写真が撮れるかなっていうふうにはですね、思ってますね。この辺ですね、まあ、いろいろ考えながら難しいとは思うんですけども、まあ、経験を重ねてくるとですね、まあ、いろんなパターンが撮りやすくなってくるので、まあ、ぜひこの辺試してみていただけたらと思います。でやっぱりですね、モデルさんもどういう風に撮れてるのかっていうのをですね、知りたいと思いますので、ちょこちょこですね、まあ、こういった撮った写真っていうのは、まあ、一緒に見返していただいて、あ、この写真いいよねとか、あ、この写真ちょっと失敗したかなっていうですね、ところを、まあ、すり合わせていただいたりとか、まあ、ここでですね、結構雰囲気が和んだりするので、まあ、そういったところをですね、大事にしながら撮影してみていただけたらと思っております。はい、で最後はですね、まあ、度逆光というか、まあ、本当はですね、これ半逆光なんですよね。まあ、左側の方の髪の毛に光が当たっているような状態で撮影をしているんですけども、これはですね、ちょっと別の角度から撮ったやつなんですけども、はい、まあ、この辺ですね、まあ、光がちょうどですね、斜め45度ぐらいに来てたのかな。そうすると、まあ、ちょうどいい感じの光なので、これだったら別に順光で使ってもいいですし、まあ、こういった半逆光とか逆光で使っても面白い写真が撮れるんじゃないかなっていうふうに思っております。で、こういった逆光で使う場合ではですね、やっぱりこういった写真の中のこういった木漏れ日の中にですね、玉ぼけがですね、まあ、作りやすいので、そういったところで写真の雰囲気をいろいろ作りやすくなるので、こういった玉ぼけを使って写真を撮ってみたりとか、まあ、こういった花じゃなくて草ですね、草というか葉っぱを前ぼけに使って写真を撮ってみたりとかですね、するとまた違った雰囲気が撮れたりするので、こういったですね、ちょっとまあオレンジ気味の、まあ、夕日っぽく色味をホワイトバランスを調節しても面白いかと思いますし、まあ、もうちょっと白っぽい感じにしてもですね、面白いかと思いますので、その辺はですね、自分の好みの写真の雰囲気でやっていただけたらいいのかなっていうふうに思っております。まあ、逆光は結構やっぱりですね、露出の合わせ方が難しいかと思いますので、初心者の方とかはですね、顔になるべく露出が合うように、例えば A モードで撮る方は露出補正をちょっと明るくして、顔のバランス、顔のですね、明るさのバランスを整えてみたりとかですね、して調節してみていただけたらいいかと思いますので、まあ、この辺ですね、ぜひですね、 A モードとかでも全然撮れるので、逆光撮影っていうのにもですね、ちょっと撮影挑戦してみていただけたらですね、まあ、雰囲気ある写真が撮れるかなというふうに思いますので、ぜひやってみていただけたらと思います。I've seen a lot of change, been through a lot of painSome things are not the same as they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fineI strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I ain't going back, I'm not falling I'll push all my chips and call all in I'll bet on myself, you keep stalling
destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day.